あの欲しいところで欲しいねアシストしてくれますよね。さあ最高のお膳立てもらった谷口が米を仕留めるかな。リアット倒れ込んだ。さあそのままカバーの体勢ファンキーからよー3つは奪えない。モハメド米タフです。いやここで休みたくないですね、はい、さあ間髪入れず行きたい。さあ谷口は何を選択するか。立てないモハメド米に斉藤明俊の叫び声。ファンキーの絆が谷口を凌駕するか、あるいはこのまま谷口がファンキーをモハメド米を飲み込むか。いやちょっと井上さん、はい、打撃に力こもってないですね。そうですね、左足序盤攻められたので左足の踏ん張りが効いてないですね。そうですね、いやそこへ谷口の重い重いエルボーだ。そしてダブルスレッジハンマー倒れない。いやガクッと来てしまった。心配な倒れ方ですね。そうですね、本来であれば後ろに倒れたいところだったんですけども。さあもう一度ワンクール踏めて、いや待ち構えていた超度級のエルボー、これがモハメド米だ。このエルボーだけで谷口の意識が吹っ飛んだか。さらに斉藤明俊が入ってきた。そのままジャーマンで叩きつける。さらに駆け込んできた正木タミヤにモハメド米がラリアット。さあ今度はモハメド米に斉藤明俊がお膳立てだ。赤コーナーセカンドロープから谷口周平にモハメド米が